が400億とか1000億との違いで。でも大体そこに残っとる役って。大体そこに残っとるから、これ 3万ぐらい振動になる。でも本当に今手放せない。こんなにいいわ。で、その体調不良の原因は基本的に自律神経の原因です、うん、で自律神経は交感神経と副交感神経があって、交感神経がアクセルで活発なんです、うん、熱中の。で E 型になってくると副交感神経が、動いて、まあ、飲み早めてか多分正確上はいいよ全力でやりすぎてるからアクセル振りっぱなし状態でブレーキが壊れてる。で多分簡単に多分やりすぎないから、それを強化してどうじょのコムセン取れますか。足がすぐからやりましたね。スイカもやってるやってるやついたな。で、宿に怒られる。これサッカーの常にレガースをゴムに入れとったんじゃない。現役で引き出すって今、僕らの時にパートがね、薄かったり、なんか位置がなんか悪い。めっちゃ横に広くなってるよ、こっちから。これ、こっちからの深さは、モールノックのセーターです。右足が開けた。左足が開けた、こっちが。右足が開けた、右足が開けた。強力ライバルやな。いやー、強力ライバル。近畿。やっぱ近畿の方が一番でかい。ディフェンディングチャンピオンやもんな。道場の子いるかな。現役ラストで、現役ラストシーズン。あ、それました。やっぱもうやめるんですか。あ、もったいないな。まあまあ、田舎っ子なんで、やっぱり家がな。結構大学ではできない。厳しいな。村岡にしてでも、まあ、お金かからんから。それを教えてくれた。はい、さっきより滑る。さっき降りて、前に前に押せ。はい、見失った。いいやん、めっちゃ動いてるやん。ケトルマジでいいで。はい、ありがとうございます。俺もスイッカーでいい。いやいや、ありがとうございます。まあ無理しなくていいけど、だんだん上げていけよ。はい、いいよ。だから待ってるんだよ。ほら、その気やって本人が最初だ、向こうが最初だ。え、でもそもそも選手権マネージャーだったら取ってあげるよみたいな。え、取るって言うの。4本持たせたんです。持たんな。行くな。誰か直してくれてる。やりや。風の反対。ストップ聞いて。カービィさん。いいな、また。全然、全然。待て。はい。ひよりは、今、まっすぐしか滑ってへんやろ。右手に曲がる。こっち、すごい痛い。マリス、蹴りで。ちょっと行くよ。足で。まだ持ってた。日本、どっちに行ったか。5人か。いや京都府マジ若い人多すぎるんだよ。何だ本当に羨ましい。いや、ようやくようやく、はい、めっちゃ多い。僕なんてご存知のミスター下っ端じゃないですか。ようやく今後輩というんだけど、ヤバーくなってきて遊ぶわ。ないなって。
くなるみたいな感じかな。ねえ。いかがですか、4回転の時に。3回転で、4回の時に C 級取れた。なあ、ヨータ、俺は最年少 GC とか言ってる、ね、一生抜かれへん、最年少的に。はい、3本目、体動いてきてるよ、しっかり動きを動きを、ここではもう動きだけ。はい、全然見えんのよ、ここにおる。画面の設定が緩いな。はい、いいよ。だいぶ意識してるめちゃくちゃ動画見てるクリストファーセン意識してるんや。クリストファーセンを意識してる。いいことや、いいことや。ワールドカップ大好き。あ、そうなの。見るんや、見るんや、見るんや。見るんや、見るんや。クリストファーセンかっこいいっすもんね。いいよ。でもね、わかんない。サッカーのワールドカップ一回も見てない。1年間で一回ぜひ好き。サッカーエレ90分見る。私はそう思ってたけども、それが大事なの。大事なの、うん、マジで90分でやるの早い。そうなるとスコアレスドロー全然意味わからない。スコアレスドロー全然思うんだ。レース180分動いてる。第1位だから言うよ。日本大会そう、あれが一着だ。はい、いいよ。いや、めっちゃ伸びてるやん。はい、ダゲシ、タイガも選手も動いたよ。お前動き見せてよ、3本目。はい、そうそう、うん、今そう。うちらもそれをキスレースでやりたいな。キスレースで、ほら乗るやって言われて、じゃあ SEJ リンクでいいですよって言われたけど、アイレン、もっとがっつりいけ、がっつりで、な手は低いし、狭いからもうちょっと手広く高くして、うん、お願いします。言うとな、手を横に横に振ってしまうと、スキーが横に横に走って、素人が 4,5 人相場になってしまって、マジで、さっきの整備横に横に、手のやつや。さあ、どうやって練習しようね。毎年おるんだけど、はい、いや、入ってくれるだけありがたい。俺の素人行ってる方法は全く前後にこの間に出て行って同じことする。こうやってやってる人にどうなるの。この手すごい入ったんで。すいません。健太郎は、はい、はい、みんなで一斉にいろいろ直そう。たまにこいつ芝かへんと分からへんなって言ってますよね。今西谷海岸って芝居だけの分からなかったな。言葉では分からんやつ俺。はぁ、なんでですかみたいな。いや、そんなやつかお前。こいつお前。芝居だろうかなって思います。教室の年齢で折れました。なんで折れない。当たりました。なんで2メーター50くらいしないと折れるの。なんで当たるの。ちゃんと言ってみる。いや、いけませんか。2メーター50くらいジャンプしてまだぞ。あの先ヘッド、あ、ごめんなさい。あ、大丈夫です。さっきのやつですか。ゆうとです、お願いします。はい、はいよ。
ねえねえ、お願いします。邪魔すか、大丈夫ですか。大丈夫です。あれもっといけるよ、もっと縦に手下げるな。はい、お願いします。頼めんかったよな。はい、いいよ。朝着きそうです。一緒です。伊勢海老と。近いの長坂に。まあ、近い。いや、唐沢ゲレンデ。あ、唐沢か。基本的に悪いから。たけしです。お願いします。たけし、まだ初速遅いよ。もっと最初の 2,3 ターンをしっかりと漕いで来いよ。そしたら、うん、中間いいんだけど、そこがまだ遅いな。はい、東京の東田です。一礼をお願いします。あ、最後ちょっと引きにくくなったけど、まだ引いてるよ。もっと前に前に、うん、足元の動きがいいから、上半身の動きだ。15、6とか上等やん。誰の代だ。イメージで山本幸雄。いいけどね。ちょっと待って、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 ここですよ。ポジションが被ることから中で。よう上げてありますよね、YouTube に。うん、そう。で、うちの選手とって送ってくるの。周平は僕4年の時のやつ。そうですね。どうさせますか。めちゃめちゃ仲いい。ずっと謎やったのになんで仲いいんだろうな。ははは、選抜のスーパーで優勝したんじゃないかな、高校選抜。あ、優勝してる。うん、確か。インターハイも入賞してたと思う。優勝も。あそこうまいな。吉田和樹か西田さんかどっちかだな、あのダッシュであのボール直しいけるの。皆さん次行きます。お願いします。はい、どうぞ。西田さんもずっと捨てられないと思うんでね。ありがとうございます。ありがとうございます。次に行きます。お願いします。はい、いいよ。これだけはいいパスだ。いやいや、俺動いたので副交感神経を動かしておくよ。先輩が動いたら交感神経動いた。俺も飲んでる人なんで。月末のあれ池はあの絶大。まだ案内切れへんけど、まだもう出てん。交代で2は来てない。もう行きます。来た。来ました。いいかな。でもあれ結局季節外とローラースケート、ローラースケートしますローラースキーやから、これあんま関係ないよ。
冷凍庫かけるとこない。だからあれ黒パンの人とか滋賀県の人が取るんじゃないかな。例えば滋賀県の人、滋賀県やからって打ち合わせすることないな。まあないですね。ちょうどやっぱ黒パンの人がやって青崎がやったりとか、はい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 、いいよ。だいぶ耳持てる、ね、なんかよくしてる。監査でもされてるんですかね。敬語でな、監査でもされてるんですか。見とってもろかった。何で見てるんだけど反省してもらった。僕ら納豆軍じゃないですか。透明組んでるの。あのね、グループ内で揉めたらあかんよ。更新でやって何が起きてるのよこれ。もう速攻で1本、あと1本行かせて、多分12時10分だけど、乗ってから4時間だから、多分ラス1行ってすぐ帰れってええかもしれない。うちもそうさす。撤収手伝わせられないのがあれだな、うん、申し訳ない。ちなみに行きます、お願いします。明日からちょっと僕は手伝わせて。前半作ったら縦にドーン、ドーン、ドーン、前半作ったら縦に。まあ、今日は取り出しましょう。うん、うちも1枚だけなの。2枚はシーズンと借りたから。はいはい、大河行きます。お願いします。あ、大河左手だな。左手がやっぱりな、引ける。右は引けてない。左手ちょっと考えて、外にも体向いちゃってる。はい、スタジオの松川です。多分ね、800円だったと思います。たけし、ちょっとまだな、あの甘いな、あの最初のスタートが、うん、そこがあのしっかり焦げればもっと後半伸びると思います。はい、最後、すいません、上に上合わせました。乗るかな。はい、いいよ。3本検診3本、4本目滑った瞬間も帰って、その送迎多分間に合うと思うよ。はい、4本目滑って、今3本目だから4本目滑った瞬間帰るくらいのイメージをして、はい、お願いします。ところで、西村先生来てます。来てない。うん。黒缶出せる。うん、放置。お願いしてる。放置？明日俺黒缶行こうかな。僕のゲレンデスキー場で、津川先生ファミリースキー場。行ったところで役に立ったんだよ。3秒もないです。津川先生、次中行きます。お願いします。はい、よ。健太郎さんはこの俺フォローができます。はい。
始まんないじゃん、オールクローチングトレーニングただひたすらひたすらクローチング。お願いします。はい、いいよ。うん、これラストにして、滑ったら速攻でリフト乗って、もうあの乗り降りてるまで、あの停止残ってるもんでやるから。じゃああと1本だ。前に行かせてもらって、ラスト1本行った瞬間帰れ。で行けると思う。前に行かせてもらえよ。はい、あ、じゃあケンシラスト、しっかり、今日のまとめをしてください。あの左足らしくね、そこを意識。はい、お邪魔東田です。でお願いします。はい、いいよ。運動能力抜群だな。こんな感じするな。はい、たけしラストな、だからやっぱりもっとな、ケンシンのスタート見てみよう。ごっつい漕ぐだろ。あれあれなんよ。あっち欲しいな。どうだ。吉田先生、俺ら撤収後半をするといっても上に上がって全部する、どっちの方がいい？はい、はい、じゃあ、指示が出たらこっから下全部撤収します。あそこはみんなよう叩きますね、うん、スピードついてきてまっすぐやし、うん、これ朝からやっぱり U1 巻きたいよね。おー、濃い。今日のはしゃあないよまさか乗ると思えこんな時期に来る5月次に行きます。お願いします。熊の湯あげてる人多いけど、熊の湯、はい、いいよ。コンディションだけだな、うん、すごいな、しぶとうで熊の湯多いですね。どうした高校は後発もピアスも完全フリー。オッケーですね。オッケー。だから中高大って。そうです。次の次行きます。次行きます。お願いします。はい。黒スーツの黒掴み身についてない。それはそれで難しい。ずっとそれだった。おしゃれじゃないピアスや。茶髪になるの。下品な、下品なやつだよね。なんか上品さがないね。バカなやつって。それはありますね。あるよね。だから公立高校はやっぱルールがないと大半賢くないんで。両方あったら選手撤収でいいですか。はい、お願いします。高島高校って結構勉強できる方。いやー、できないですね。まあクラスによる。クラスによる。
去年も言ったけど、新宿旅行行った時、高島候補と一緒になった時に、みんなこんなスカートって。男子は陽民だよ。うわ、スカート短い。うわ、これ見とったら怒られるんじゃん。